はい。皆さん、こんにちは。つまりです。え、Apple Watch が、えー、発表になりました。シリーズ6と SE、安い SE が、えー、発売になります。で、えー、っと、なんと、私の人生に驚くべきことが起こりました。発売前に、Apple Watch が、手元にあります。 もちろんこれはアップルさんからお借りしているものなんですけれども、ね、発売前にこう新しい製品をこう触らせていただけるというのはまあこれまで頑張ってきてよかったなみたいな <laughs> 睡眠のトラッキングをずっとあの、ね、あのウェアラブルデバイスでしてきてで今回のこのシリーズから睡眠の測定機能も ついたということで非常に注目していたんですけれどもまあそのおかげでやっと私の、えー、睡眠改善インストラクターの資格を取ってから8年なので8年越しに、えー、メーカーさんにこの思いが届いたみたいな感じになっております <laughs> はいでこちらが、えー、とペアリングをもうしたんですけれどもこ,れこちらがシリーズ6でこれが SE です、えー、これはブルーアルミニウムブルーアルミニウムケースですねこれはでこれが、えー、スペースグレイスペースグレイになっていますそして今回、えー、新しいバンドが出ましたよねこのこちらです ソロループちょっとお借りしたのがとても短いので <laughs> 私の手首にはなかなか難しいんですけどでもまあこれ結構伸びるんですよねこんな感じで伸びます伸びるのでまあつける時は伸ばしてつけるという感じになりますちょっとつけてみます 最近はバンドもどんどん新しくいろんなのを買って楽しんでますけれどもバンドが変わると雰囲気が変わってとても楽しいですよね夏は夏のバンドとかいろいろできる。はい。だいぶ小さい。<laughs> だいぶ小さい。無理だろう。<laughs> で、まあ伸びるので伸びるので これをつけるときは、まあ、よいしょ、ちょっと、こんな感じで、こんな感じでつける。もう何もないので、まあ、ジャストサイズのものを買えばタイピングはすごくいいと思います。はい。で、えー、今日、 セッットアップしたので、えー、今夜から睡眠のトラッキングをしてみましてで今まで、まあ、これまでも、えー、とオートスリープアップルウォッチはオートスリープとあとまあフィットビットチャージ4も、えー、つけてましたし、えー、オーラリングあとスリープオンというのを、まあ、ずっとつけて寝ていたのでアップルの測定機能はそれまでのものとどう違うのかとかそこから何が分かるかとか まあ、そういうのをこれからちょっとチェックしていきたいと思います。ではまた